マジでさん、1年前ですね。今までの動画で一番体験して面白かったものを教えてください。あ、やっぱりサバゲーですかね。なんかすごいやってみたかったけど、やっぱあれって一人じゃ始められないし、こうサバゲー仲間がいないと成立しないじゃないですか。なんで興味はあったけどずっとできなかったことだったんで、あの時参加できて、しかも皆さんやっぱもうめっちゃ優しかったんで嬉しかったですね。その温かさに感動したのと、あともしかしたら私もあの射撃の才能があるかもなってちょっとあの時思ったんで、いやちょっと面白かったですね。あれまたやりたいですね、サバゲね。この間室内だったんで、いつか屋外のなんかそういうフィールドもね行ってもいいかなと思いますね。頑張れって感じのハルルンパルルン1年前さん。ソラムさんは演技だけじゃなく歌唱や企画なんかもつよつよで、ニコニーのようなセルフプロデュース力がズバ抜けている声優さんなのととてもお慕いしています。そんなソラマルさんに僭越ながら質問です。日々いろいろと趣味を惹かれていることを見つけても、何から手をつけていいのか分からず、形から入るものの結局続かず終わってしまうことばかりです。声優、歌手、漫画家、観光大使、ユーマ研究家、映画監督とマルチな活動をされているソラマルさんですが、ソラマルさんは何かを始めた際途中で挫折したりすることはありますか？また続けるために気をつけられていることって何かありますか？もしよければ教えてほしいです。お忙しい中楽しい動画をお届けしていただいて本当に嬉しいです。体調に気をつけつつ楽しく活動できますよう陰ながら応援してまいります。ありがとうございます。そうですよね、趣味やっぱある程度こうお金や時間が大人だったらねかかった方がなんかなんだろうな、ちょっと最初は無理にでもハマるぐらいじゃないと良くないんじゃないかなと思いますね。あの趣味でサックスをね始めた時ももう思い切って買っちゃってみたいなね感じだったんで、やっぱもうあるとやらないとなっていう感じになる方がいいんじゃないかなと思いますね。あと趣味別に続けることが義務じゃないんで、気が向いた時にやったらいいんですよ。そう思います。あやたかさん、1年前質問です。ソラマルさんはスイッチは買わないんですか？そうなんですよ。この動画でも言ってるのかな、スイッチを当てるまで買わないみたいな感じで、絶対にスイッチはこう検証でとか打ち上げのビンゴで当てようと思ってずっと来てるんですけど、当たるまで買わないって決めてるんですけど、やっぱこの昨今作品の打ち上げとかね、忘年会みたいなやつがなくなっちゃって、全然スイッチもらえる機会がないんですよね。なんでちょっとスイッチ当たるパワーを貯めといて、だから今度本当検証はがきみたいなやつとかちょっと出そうかなって思いますね。それで当たったら満を持してスイッチ解禁にしたいなと思いますね。名前アップルランプさん、1年前シカちゃんはファンをシカの子って呼んでて、ソラマルはファンをなんて呼ぶのか気になります。なければ愛情欲しい。そうですね、ソラリーニョソラリーニャっていうのを大昔決めて、多分全然浸透してないんですけども、どうだったかな、そのセニョリータみたいな感じで、どっちかが男性、ソラリーニョが男性だったかな、でソラリーニャが女性だったかな。ちょっと外国それこそね、なんかサワディカーとかも男女でこう違ったりするじゃない。なんでワールドワイドに向けてソラリーニョとソラリーニャ、っていう風に決めてますけど、多分あんま今後も広がっていかないかもしれませんってでもよかったら使ってください。私はソラリーニャですよって言ったら、あ、ソラマルファンの女の子なんだなっていうのがすぐ分かるのでいいと思いますね。お名前もえちさん、1年前、昼夜逆転してしまいました。眠りのプロソラマル様、どうしたら治りますか？これはしばらく続けたらもう一度逆転して一周すると思うので、その時までじっと耐えるのがやっぱ一番早いかなと思いますね。無理に徹夜とかこう置きっぱなしとかにしちゃうとちょっとあれかなと思うんで、待つのが一番いいかなと思いますね。
お名前おののんさん、1年前リッピーの動画でそらまるさんとの思い出がたくさん出てきましたが、そらまるさんはリッピーとの一番の思い出は何ですか？あー、やっぱりタイで会ったことですかね。なんかタイでイベントがあって、私はタイに行ってて、その時に別の多分アニソンイベントみたいのが行われてて、リッピーもタイに来てって、でちょっと離れたところにいたんだけども、せっかくだからタイで会おうってなって、確かリッピーが私のホテルまで来てくれたんだったかなみたいな感じで、もうはるか遠いタイの地でリッピーに会ったことが思い出ですかね。でその前のこう市場みたいなところでお買い物して、でなんかなんだろうな、宅急便というか配送の DHL あるじゃないですか、 DHL の T シャツが露店で売ってて可愛いからこれリッピーにお土産にしようと思って買って、でタイでリッピーにプレゼントしました。いやね、やっぱなかなか、なんだろう、一緒にねこうイベントでリッピーと海外に確か行ったこともあったりしたんだけど、別々のお仕事で来てるのにその遠い地でわざわざ会うっていうのがすごい嬉しかったし、なんか不思議な、あ、こんなところでもリッピーが生きてると思って、なんかなんか感動しましたね。もうやっぱすごい思い出ですね。またでは一緒に海外イベント行きたいな。あ、お名前カンタさん、1年前、高所は平気ですか？大丈夫ならソラマルがボルダリングに挑戦する動画が見たいです。おー、かなってます。やりました。秋葉原でねボルダリングやりました。面白かったなあれも。でもね、ちょっと爪が長い人には向いてなさそうだったからね、もうめっちゃ爪短くした時があったらもう一回やりたいですね。お名前たけおさんからですかね。いつも楽しい動画をありがとうございます。徳井さんは自分の部屋の色の統一感は気にされていますか？また自由にレイアウトを変えられるならどういうのにしたいなどありますか？あー、いいですよね、こういうお部屋をね、なんだインテリアとかこだわったりするの楽しいですよね。そうだな、今部屋のこう雰囲気としてはやっぱこう木のぬくもりを感じそうな感じですかね。なんていうのかな、普通のこのテーブルとかも普通の木目みたいな木の感じだったりするんで、ちょっと素材感あるものとかが結構好きですかね。意外と全然やったことないのは、よく女の子に多いこう真っ白な家具で統一したりとかはやったことがないんですよね。でもやっぱりいろんなインテリアをこう見たりしていくと、やっぱりシャンデリア作りたいなってなんか1年経っても今でもやっぱ思いますね。もうちょっと木のぬくもりあふれるシャンデリアがあったらなとか、あとそういうね白いこう姫っぽい感じの部屋にも合うようなシャンデリアって、なんか結構ねそのアクリルでできてるなんかこうろうそくみたいな感じのやつ、手頃のやつだとそういうのしかないんで、いやもうちょっと可愛くて手頃でなんか個性あふれるものができるんじゃないかなとかね思うんですよね。ポンチャンネルさん、1年前、トマトが大好きなんですが、徳井さんはトマト好きですか？好きです、トマト好きですね。まあ、でもトマトジュースは飲めないんですよ。なんかなんだろうな、あれはもうトマトジュースっていうものでちょっとトマトとは私別物だなと思ってて、トマトはすごいみんなうなずいてる、気のせい？うなずいてるよね。トマトのあのなんかフレッシュなみずみずしい感じが美味しいのになと思うんで、トマトはたまに食べますね。富岡さん、そらまるさんはよくいろんなことに出くわす場面が普通の人より多いような気がするんだけど、異世界人だからですか？でも他をそんなそらまるさんが大好きですよということで書いてくれてます。実はですね、私金星から来たんじゃないかなと思ってるんですよ。そしたらなんと最近なんかペンギンが金星から来た説みたいのがありまして、なんか金星でしか出てない成分がペンギンの糞から出てるらしくて、
その成分私からも出てるのではと思うんですよね。いやちょっと調べてほしいですね。でもペンギンとはですね、私すごくやっぱ近いところがあって、こう地上の動きはペンギンもペタペタ遅いじゃないですか。私も地上の動きは遅いんですけど泳げるんですよ。ペンギン泳いでるとこ見たことあります？めっちゃこんな速くてもう弾丸のような動き、私もひとたび海の中に入るともうすごいですからなんで、あ、ペンギンと同じ血が通ってるなって前から思ってたんですけど、まさかの金星という共通点があるんだなと思いましたね。お名前ピヨヒコさん、1年前、どうも料理人です。チャーハン好きの空丸ですが、こんなチャーハンがあったら食べてみたいってチャーハンはありませんか？ぜひ作ってみたいです。そうですね、でもやっぱりもう究極にシンプルで美味しい卵チャーハンみたいなやつ食べたいですよね。チャーハンってやっぱそれだけで食が進むのがやっぱいいとこだと思ってるんで、山盛りの美味しいキラキラの卵チャーハン食べたいですね。佐藤さん、1年前、じゃあこれが最後です。そらまるはスカイダイビングってやってみたいですか？僕はやってみたいです。楽しそうだからやってみたいです。スカイダイビングはやってみたいですね。ただバンジージャンプは1回やって、あ、もうこれやんなくていいなと思ったんでやりませんね。機会があったらちょっとスカイダイビングチャレンジしてみたいなと思います。あとね、室内でできるやつとかも今あるじゃない、なんか下から風が来てみたいな、あれもちょっとどんな感じなのかやってみたいですね。あれで練習してその後空から飛ぶでもいいかもしれませんね。まあでも危ないかね、ギリギリ危ないかどうか難しいですよね。絶対大丈夫だったらまあ やりたいかなみたいな。でもだったらジェットコースター乗るか、ジェットコースター乗りたいです。はい、ということで1年前の質問にたくさん答えてきました。いかがだったでしょうか？よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。そしてまた何か聞きたいことがありましたら、この動画のコメント欄に質問お願いします。ご視聴ありがとうございました。